フェリックス・コーツィーは南アフリカ共和国出身の元騎手である。南アフリカでは1982年からテレンス・ミラード旧社の所属騎手として活躍する。1985年、1988年、1990年とサンドリーディングジョッキーの座を獲得した。1991年にミラード長教師が引退すると翌1992年より、 香港ジョッキークラブに移籍し、香港での起乗を開始する。1999年からは、アンソニー・クルーズ旧社の所属騎手となる。2002年11月23日、第3回ジャパンカップダートで、レッドさんに起乗し、日本での初起乗を果たす。結果は、イーグルカフェの14着に終わった。2003年、2004年シーズンは、サイレントウィットネスで、香港スプリントなど、 ラッキーオーナーズで、香港マイルなど、ブリッシュラックで、香港ゴールドカップを制し、3等で、香港 G1.7 勝を挙げる。リーディングは64勝で3位だったが、獲得賞金は1位となった。2004年、2005年シーズンも、香港スプリントを、サイレントウィットネスで連覇。香港カップは、ブリッシュラックで2着。香港マイルは、パーフェクトパートナーで2着に入り。 香港国際競争4競争中、3競争で連帯を果たすなど活躍する。リーディングは81勝で2位。獲得賞金は前年に続き1位となった。2005年6月5日、第55回安田記念で、サイレントウィットネスに起乗し3着。同年10月2日の第39回スプリンターズステークスでは、 サイレントウィットネスに帰場して優勝し、日本での3回目の帰場で、初勝利を GI で飾った。その後、2008年まで香港で帰場していたが、家族との生活を優先するため、同年12月20日を最後に所属を香港から南アフリカに戻した。しかしその後も、クルーズ旧社の所属場を中心に、大レースでのスポット帰場を依頼されることが多く、 たびたび香港で帰場した。2011年3月26日、シンガポールのロケットマンでドバイゴールデン社品を勝ち、アラブ首長国連邦の G1 発制覇。2014年2月20日をもって機種引退その後、現役を退いてからは香港に戻り、香港ジョッキークラブの機種訓練学校で指導教官として勤務している。ありがとうございます。